以上が王国北方で起こった空賊事件の顛末さ。没落したカプア家の連中がこんなところに流れてくるとはね。王国から問い合わせがあるかもしれないから適当にあしらってくれ。結局彼には会えなかった。どうやらトラブルが発生したらしい。空賊事件との関係は未だ不明だが、別の勢力が動いているのは間違いない。そうでもないのさ。面白い連中と知り合いになれたよ。料理もうまいし、美人も多い。この国はなかなか肌に合っている。いっそ永住しちゃおうかななんて。わかったわかった。そんなに怖い声を出さないでくれ。そちらの方は引き続き頼む。くれぐれも最初は殿に気づかれるな。また連絡するよ、侵入。相変わらずからかいがいのある男だな。融通の効かないところが可愛いというか、なんというか。携帯用の小型通信機ね。ずいぶん洒落たものを持ち歩いているじゃないの。シェラ君。サイスの中央工房ですら実用化していないオーブメントを持っているなんてね。あんた一体何者なの？水臭いことを言わないでくれたまえ。漂白の詩人にして天才演奏家オリビエ・レンハイムのことは君もよく知っているはずだろう。だがもっと知りたいのであれば、いわゆるピロートークというやつで。悪いけどマジなの。道化ごっこは通用しないわよ。エレボニア帝国の諜報員さん。銀線の名はどうやら伊達じゃなさそうだね。エステル君たちの前では気づかぬふりをしていたわけか。これ以上あの子たちに余計な心配をかけたくないもの。それじゃ詳しいことをサクサク喋ってもらおうかしら。あんたの目的は？どうしてリベールに潜入したの？その前に2つほど訂正させてくれるかな。まず道化ごっこはしていない。僕の場合これが地の性格でね。擬態でも何でもなかったりする。ああそうでしょうとも。ワインをただ飲みしたのだって飲みたいからやったんでしょうよ。ただしその後門に連行されて情報を集めることまで計算してね。私たちと合流することまで狙っていたとは思えないけど。そのあたりは想像にお任せするよ。訂正するのはもう一つ。この装置はオーブメントじゃない。帝国で出土したアーティファクトさ。あらゆる動力通信機と交信が可能で、暗号化も可能だから傍受の心配もない。忙しい身には何かと重宝するのだよ。アーティファクト？七曜教会が管理している聖遺物か。
ますますもってあんたの狙いが知りたくなってきたわね。いやんばかん、シェラ君のエッチ。ミステリアスな美人の謎はむやみに詮索するもんじゃなくてよ。本物の女に近づきたい？私の無知で手伝ってあげるけど。やだな、シラ君、目が笑ってないんですけど。まあ冗談は置いとくとして。ったく、最初から素直に話しなさいよ。お察しの通り、僕の立場は帝国の諜報員のようなものさ。だが工作を仕掛けたり極秘情報を盗むつもりはない。ある人物に会いに来ただけなんだ。ある人物？君もよく知っている人物だよ。王国軍にその人ありと謳われた最高の剣士にして希代の戦略家。大陸に5人といない特別な称号を持つ遊撃士。剣聖カシウス・ブライト、その人さ。